今回は打ち合ったね。打ち合ったね。あれがね、やっぱ覚悟の現れだと思うよ。うね、もうバンタム今すごい熱いですね。井上拓磨、やっぱ今のバンタム日本最強なんじゃないか。とんでもないのがおるけどね、もう一人ね。俺だってエネリが検査引っかかる可能性があるから、そしたら俺代打で行くんだから。おメインイベントで。俺もおかしいでしょ。何様なの。そうそうそう俺も行かない。こんにちは、ワキシンゴのリーゼントチャンネル。ナイスリーゼント。今日は緊急で。今日は緊急ですよ。緊急ですね、今日も緊急で動画回してます。はい。はい、かなり遅いけど。そうそうそう。あの2月のね、24日に行われた、はい、アマゾンプライムボクシング、はい、ね、我らが。我らがというか、俺ちょっともう一回ここで謝罪会見を開いた方がいいんじゃないかと一回ね、とりあえず。何の。いや、拓磨選手に対してのすいませんでしたよ。いやいや、違う違う、俺逆に拓磨選手から感謝状もらってもいい。いやいやいや、舐めてんの。俺はあの試合を見て、うわ、今まであんななんか違う違う違う、あんなこと言ったのは本当に大間違いや。そう、そういうあんた思考がダメよ。そう、ダメ。俺は、いや、拓磨選手は、あんなもんじゃないだろと、はい、いうことで言ってたわけだから、いじってたわけだから。そうでしょ。いや、強いんだから。いや、だから本当に俺はね、うん、この試合パッて見た時に、うん、うわすっげえ強えなって、やっぱさすが俺に勝っただけあるなと思って。そう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 、やっぱあのワケシンゴに勝ったに勝っただけあるわと思って。お前は、うん、そんなもんじゃないだろと。いやいや、なんだ、もう何目線よ。 それで俺は言ってた。どんだけ上から言う。そう、いや、これ今バンタム級えらいことになってるじゃないですか、日本が、うんうん、日本というかまあ、はい、ね、 そうですね、その中でやっぱり井上拓磨選手というのはやっぱそのトップを走る、うん、やっぱ実力があるわけですよ、はい、ね、それをちょっとしたその心の弱さとかそういうのでやっぱり試合が盛り上がらない。いやいや、っていうのがあったから拓磨選手は今回ものすごい決意でリングに上がったって見えたでしょ。そうですね。ね、これは絶対インタビューというかあれでもなんか今回はあの倒しに行くみたいな、倒しに行く、ね、ファンの心を掴むと、うんうんうん、これはある意味もしかしてこの YouTube 見てた可能性はあるよね。ファンの心を掴むじゃなくて、はい、俺らの心を掴みに来たんじゃねえかって思うわけよ。もうもろ掴まれたもん。完全に掴まれたよね。掴まれた。やっぱ拓磨すげえわと思った俺も見ながら。もうそれそれ、だからだからこそ俺は、うん、よし、今度 YouTube でやるときはあの今までの失態を、失礼の失言を本当に謝らなきゃいけないなと思って。いや、まあ本当、まあ失言よあれは。いや、そんなに言ってない。あんたが言うからおかしいけどそんなには言ってないっすよ。言ってないけどでも結果的にやっぱここで覚醒した、はいはい、拓磨選手を見れたっていうことがね、これはある意味うちのチャンネルも、はい、別に嫌いで言ってたわけじゃないじゃん。いや、本当にどっちかというとあなた負けてんだから。どっちか、まあね、負けてるけど俺は好き。そんなもんじゃないでしょと、うんうんうん、いうことを俺は言いたかったわけよ。その火をつけたかったわけよ。でもね、こんだけね、言うじゃん、うん、いざね、大橋ジムにスパーリング行くと、タクマいねえかなって、来んなよ、来んなよみたいな感じで会いたがらないから。うわっ、タクマのシューズがあるって、うん、それだけでしかもよ、この前、最後、井上、あ、じゃあ、松本圭介選手と俺、ラストスパー行くときに、なんかちょっと調子悪いから、いやいや、めっちゃ風邪ひいたのよ、俺一人で行ってくれって言われて、急遽俺一人で行く羽目になったんですよ。まあ、いるあのタクマが。そうそうおげん大丈夫やったら殴られんかった。もう向こうもちょっとなんか、うん、みたいな感じで、ちょっと、あ、なんか、いや、向こうはもう、和毛くんが最後のスパーっていうの分かってたから、はい、最後、俺を殴ろうと思ってた。俺がいなかったから、そう、あの時ほんとちょっとね、熱がすごい出て、そうですね、うん、やっぱ神様は分かってた。いかん方がええよっていう、ね。なるほどね。まあまあ、それ A として今回の試合ですよ。そう、試合です。試合について話を、うんうん、まあ今回、まあ、アンカハス選手ね。最強の挑戦者じゃないかという、はい、うん、あのスーパーフライ級で9度防衛してるのかな。あ、9度防衛してるの。9度確か防衛してるって言って、まあ、だからフィリピン人じゃん、うん、で、なんかパッキャオ2世みたいな、なんていうか、そう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 、ね、ちょっと期待はされてるぐらい。特にスーパーフライ級の時は本当に無敵の
チャンピオンって言われたぐらい、うん、俺も、まあ、日本でいる船井選手が負けたりだとか、そう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 、そういうのがあったから、まあ、この強い選手を相手にどういうボクシングをするのかっていうのがあったけど、まあ強かったね。でもね、強かったね。もう、いやもうね、やっぱアンカフ選手をよく研究してたというか、うん、ちょっとあんまり技術的なこと僕はよく分かんないんで、うん、言いたくないんだけどどこのジムの会長がよく分かんないで言ってんだよ、ふざけんだよだけどもうね序盤、うん、最初はもうあのアンカフ選手の得意のワンツー、はいはい、鋭いワンツーを、左ストレートだっけがすごい自信あるんですよね。そう、もう早いので入ってくるのを、うん、徹底して左フックと右のショートカウンターで、はいはい、だから合わすんですよね。そうバーンって合わせて、そう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 、合わせて徹底的にそれを殺して、うん、で中盤、まあ、3ラウンド4ラウンドぐらいかな、そこからもうアンカー選手は手がなくなったわけよ、うん、でもう、もう接近戦に活路を見出すしかないから、はいはいはい、そこで出てきたところを、うん、いつもだったら拓磨選手めちゃくちゃあのクリンチとかうまいし、はいはいはい、攻撃を止めるのめっちゃうまいんだけど、うん、今回は打ち合ったね。打ち合ったね。あ、いやだからそれが良かった。その拓磨選手って、うん、まあ自分で離れてる距離は強いのはまあ当然だけど、うん、あんだけそのインファイトも強いんだと思って、いやあれがねやっぱ覚悟の現れだと思うよ。だからアンカー選手はどっちかというとインファイトはそんな得意じゃないんですよ。やっぱり離れて、うん、ね、遠い距離からのっていうのがあったから、まああのー村田亮太選手が言ってました、解説で。なんて解説で、接近戦あんま得意じゃないですからねって言って、あ、もう得意じゃないのか。それ知ったの。それ知った、それ知ったかだけどやっぱり向こうの武器をしっかり殺した上で中盤相手の手をなくして接近戦できたところを、そこをしっかり迎え撃ったっていう、で最後のボディね、アンカー選手すごい体重増やしてたような気がしたけど、やっぱりそういうのでちょっとボディがなあね、弱いんじゃないかっていうのは、うん、もしかしたら大橋陣営は見抜いてたかもしれないね、はいはい、だここは絶対打ち合えよみたいなね、そう、そういう感じで、まあいい顔してたね、入場の時からね。そうっすね、覚悟がね、うん、これで最後もう涙よ、はい、あれはやっぱり、やっぱり自分のやりたかったボクシングができたっていう、もう会場がうわーってなったっていう、まあ、俺らもわーってなったんだ、はいはい、一番厳しい俺らが拓磨選手に対して一番厳しい俺らもよっしゃ拓磨よくやったそれでこそお前井上拓磨だろ、うんうん、そう思ったもんね。思った、うん、うわー強えなって。ちょっとまあね、まあ、あんまりね僕らも現役でやってるからね、あんまり人のこと言うのちょっと寂しい部分もあるんだけどね。まあでも拓磨選手に関してはもう他人じゃないからねはっきり言ってもう身内みたいなもんやこれね。これでまた大橋ジム行くと会わないように。いやいや俺もおかしいでしょ。俺も行かない行かないあんた一人で行ってよ。弱いからそうそう。でも、まあ、それぐらいやっぱり俺らの心を動かしたっていうのはやっぱり覚悟の表れだし、まあ、ノックアウトしてね、これからそれこそさ、この後話をするけど中谷選手がバンタム級に来たりとか。ああそう、日本にもすごい選手、もうバンタム今すごい熱いですね。熱い中でやっぱり主役は俺だぞという、うん、こういう勝ち方をしたら、長谷川穂積選手が言ってたのかな解説で、一気に強くなる可能性があると、はい、あまあそれ本当にあると思う、うん、今日のボクシングができた、この前のボクシングができたら、うん、これはもう井上拓磨やっぱ今のバンタム日本最強なんじゃないかっていう、まあとんでもないのがおるけどね、もう一人ね、あと話すけど、はいはい、はい、でもそういう一戦がもしかしたらあるのかとか、うん、だから、ね、今それこそ堤選手ももう世界に狙う、ね、位置にいるし、うんうん、まあこれからね那須川天心がどうなるか分かんないけどいるし、それから中谷選手でしょ。中谷選手はまあ世界チャンピオンですね。もう世界チャンピオンでしょ。これ昨日やった増田陸選手、あれも、あれも世界ランカーに勝ってるから、バンタムだよ、バンタム。そう、堤選手やってるから。あ、そうなんだ。そう、モンスタートーナメントの準決勝で。あ、そうすごい ね、あと、まあ、石田選手がいたりとか、今度世界戦をやる、西田選手。はあ、そう、世界戦なんだ。世界戦最高で。それとあとこの前ね、フィリピンで勝ってきた栗原選手もね。栗原選手もいるし、あとあれもあれも、比嘉大吾選手。一度ね、比嘉大吾もいるし、まあ本当にあのバンタム級で
WBSS が日本で、はいはい、日本の、ね、選手だけでできるんじゃねえかっていうぐらい。 WBSS じゃねえ、 W ってワールドって意味でしょ。 JBSS でしょ。これ今なんて言うの。 WBS じゃあそう、 WBSS でワールドボクシング、スーパーシリーズ知らんけどなんかそんな感じのそうそうそう、日本版だったら J でしょ、 W じゃなくて。いやいや、もう世界を日本人でやっても世界になるわけよ今。ああ、そういう、それぐらい日本の選手が充実してますよっていう話です。なるほどね。そうそうそう、確かにね、一昔前はね、スーパーバンタム級がすごいなんか揃ってるんですね。そうそうそう、だからもう井上尚弥選手、脇進行がドーンっていたけど、井上尚弥選手がもうもう忘れとったもんですだから井上尚弥選手がもう焼け野原にした後に、やっぱり新しい目がボンボン増えてきてるわけよ。そうで、今度スーパーバンタムでしょ、その後に。だからスーパーバンタムを今井上尚弥選手が焼け野原にしてる最中じゃないですか。最中、最中でバーって、まあ、テザーに上がった時にこの焼け野原になったところに、そう、もう枯れ果てた昔の古い草木がこうなんとか立ち上がってくる、目を芽吹いてくるわけよ。 そう、それが脇信号って言いたいわけでしょ。そう、うん、分かった、それはもうそれはもうええって。そう、それは焼けんぞ。拓磨選手ここで覚醒したんじゃないかとですね、いうことでね、いい試合だったね、本当ね。本当にだから今回の試合が素晴らしかったから、今後の試合もさらに良くなるだろうなっていう、ね、うん、期待は。で、ここで、東京ドームに参戦するんじゃないかっていう、お兄ちゃんの、はいはいはい、練り戦に。それこそだって予想してたじゃん、俺。あ、そうだね。で、多分ね、僕らがあんまりボクシング詳しくないのが、うん、指名挑戦権を、はい、井岡のジムの石田選手が持ってるわけですよ。へー、そう、挑戦者決定戦を勝ってね、はいはいはい、これがぶち当たるんじゃないかっていう、日本人対決で世界戦があるんじゃないかっていうところですね。うん、まあ兄弟揃い組で、いいですね、東京ドームで、面白いですね。うん、もうあなたの前座はちょっともう、いやいやいや、俺まだ分かんないですよ。俺だってネリが検査引っかかる可能性があるから、そしたら俺代打で行くんだから。メインイベントで、メインイベントで当たり前、直也と、直也と何言ってんの、大橋会長が頼むよって俺に言ってきたんだ、言ってきたね、言ってきたんだから、ああ、いやだから会長が見てんのよ、うちの YouTube を。でももういじってくるわけよ、バケ君、当日は頼むよって、ネリが体重超過とかしたら、俺一瞬何のことか分かってるから、え、何のことと思ったけど、あ、そっちかと思った。もうあの 500g オーバーぐらいにしときますって、バケ君すぐ行けるようにしときます。まあ、5月ね、和気君試合多分、まあ、また発表 ね、はい、ね、できたらいいか、多分やるんじゃないかっていうのもあるしね、うん、まあそういうので、はい、ね、まあいい、あの拓磨選手おめでとうございますということで、はい、いろいろ、ね、じゃあちょっとね、俺らがいじるところも残しておいてほしいのよ。もうないっす、拓磨もうないっす、もうないっす、ダメ、もうないっす、もう卒業しましょう。いや、もう井上拓磨選手から卒業、毎回やる、毎回ああいうボクシングされたら俺ら困るわけよ食いぶちがなくなるわけよ。もう違う人をターゲットにしよう。いやいや、ターゲットというか、やっぱちょっと俺らが、俺とかに、はい、もうちょっとできるやろみたいな、うん、いじるポイントを少し残してもらっとけば、うん、ね、また俺らにこんなこと言われたくないと思ってさらに強くなる可能性もあるからね。何様なの、そうそうそうほんまにもう大橋ジムに行く行かんじゃなくて、もう多分次会場とかであったらやられるよ。もう相当こういう風にすると僕が違いますみたいな顔で、あれしてる。まあ終わりましょう、はい、最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今日もナイス見て